ビット毎秒はデータ転送レートの単位である。1秒間にデータ転送路上の仮想の、または物理的な地点を通過したビット数と定義される。モデムやルータ、シリアル ATA やランケーブルなどのデジタル通信機器で用いられる。BPS ともデータ転送レート、ビット速度に相当する物理量は転送率、転送速度、転送効率。 伝送率、伝送速度、伝送効率、信号速度などとも呼ばれる。似た概念や用語として、コネクション速度、転送レート、通信路容量、スループット、帯域幅、スペクトル効率がある。速度として表現されることもしばしば見られる。しかし、ビット毎秒は、 情報がどれだけ早く到着したかではなく、単位時間にどれだけ多くのビットが通過したかを表す転送効率である。効率を使った用語もあるが、データ転送には他にも様々な効率が問題になる箇所があり、紛らわしい。混同されることがあるが、変調レートである棒とは異なる単位である。例えば、1回の変調で2ビットをくれば、BPS 値は、 ーチの2倍である。ビット毎秒は、ビット、秒と書いたり、英語のビッツパーセカンドを略して、BPS や BS と書いたりする。通常は小文字で書く。最近では、通信技術の進歩によって、転送効率の高い機器が登場したので、次のような単位も用いられている。コンピュータの分野では、キロ、メガ、ギガなどの窃盗時を、 本来の意味から離れて210倍、220倍、230倍の意味として使用することがあるが、ビット毎秒については、本来の103倍、106倍、109倍の意味で用いることが多い。ビット毎秒の毎秒を省略して、単にビットと呼んだり、ビットさえも省略してその上につく、説答時だけで呼ぶこともある。バイト、秒と書いたり、 b を大文字にして bps または bs と書くことによってバイト毎秒として扱われる場合も多い。それとの混同を防ぐため、戦術のようにビット毎秒は原則として小文字で書く。通常、1バイトには8ビットのデータが含まれていることから bps の値を8で割れると bps の値になる。例を下に記す。しかし、 1>, 1バイトを8ビットとして扱わない環境もあるので、情報通信の分野において、バイトという単位を使うことは不適切とされ、常に正確に8ビットを表すオクテットという単位が用いられることが多い。非可逆圧縮を音声、映像データに使用するとき、元の信号との違いは圧縮歪みの形で現れる。 これが主観的な品質に影響を及ぼすかどうか、それがどの程度であるかは圧縮方式、エンコーダの処理能力、入力データの特徴、および受信者の圧縮歪みに対する認知度に依存する。圧縮歪みがどのように聞こえるものかよく知っている。専門家は歪みに気づくかもしれないが、一般的な受信者はそれを気にしないことが多い。下に上げる値は、 最新の圧縮技術を使用して一般的な受信者が参照標準よりも悪いとは思わない最低限のものである。同時にその他の代表的な使用例も挙げる。技術の進歩及び使用するモードによって比較対象の装置のうちのいくつかで使われている実際のビット毎秒の工程は異なる場合がある。また、音声、映像における品質は 一般的なフォーマットに基づくもので、その他のフォーマットでは異なることがある。ありがとうございます。